TVC 群とは最近の系統についての仮説である。プランクトミケスモンとクラミジアモンを中核としたグループで縄文相当とされる。未培養系統であるポーリバクティリア OP3 系統を含む場合がある。広く受け入れられているわけではないが、トーマス・キャバリエ・スミスはこの系統に対してプランクトバクテリアモンを提唱している。この系統全体に 明確な共通する性質があるわけではない。プランクトミケスモンとクラミジアモンは細胞壁のペプチドグリカン及び細胞を分裂に使用する FTSZ を書く。また、プランクトミケスモンとウェルコミクロビウムモンの一部の種、レンティスファエラモンの一部の種は細胞内の構造が類似する。ただし、これらの特徴は PVC 群全体が共通して持っているわけではなく、 他の細菌、個細菌にも似たような特徴を持つ種が存在する。しかしながら、いくつかの分子系統的証拠があり、PVC 系統は、ある程度受け入れられている。キャバリエ・スミス、T、ザ・ネオムラン・オリジン・オブ・アーキバクティリア、ザ・ネジェ・バクティリエル・ルート・オブ・ザ・ユニバーサル・ツリー・バクテリアル・メザ・クラセファケーション、インターナショナル・ジャーナル・オブ・システマティック・エボリューショナリー・マイケロバイラジー52、 776キャバリエスミスティールーティングザツリーオブライフバイトランジションアナリザスバイルダイレクト119 ABC グプタ RS ボンドリブンドのシャド HS モレキュラーシグネチャーズフォーザ PVC クレイドオブバクテリアプロバイドインサイツイントゥーゼアエボリューショナリーリレーションシップスフロンティアーズインエボリューショナリーアンドゲノミックマイケロバイラジー AB ワーグナー M. ホーン M, ザ・プランクトメイシッツ、バーガマイクロビアクリミディアンドシスターファイラコンライズ A, スパーファロムウィズバイテクナロジェクルメディカルレリバンス。カレントオピニオンインバイオテクノロジー17-241-249ありがとうございます。